新 PV で発表されることまとめ。はい、どうも皆さんこんにちは、のいちです。いやー、やばくないっすか？何がやばいって、鬼滅の刃第1期丸々再放送することが決定したみたいです。いや、これめちゃくちゃやばいっすねしかもですね、なんかね、新たにアイキャッチ、メイキング、エンドロール、提供バックイラスト、次回予告編をね作ったみたいなんですよ。やばいやばいと。で、さらに、兄弟の絆のね、本編前にはですね、鱗滝さんによるナビゲート映像っていうのもね、なんか公開するみたいで、なんかちょっとよくわかんないけど、すげえなと思っております。はい、ということでね、いやー、これ発表されてね、僕思ったんですけども、マジでこの流れ、遊郭編まっしぐらじゃないですか。もう本当に9月に畳みかけすぎてて、10月から本当にやるんじゃないかななんてね、そんな空気感をね、感じ取る発表だったんですけども、どうなってるんだという感じでございますね。はい、ということでね、まあ、これ発表されちゃったんで、まあ、僕もあれやっちゃおうかななんてね思っております。ということで、鬼滅の刃一気見全話同時視聴生放送ということでね、このチャンネルですね、まあフジテレビでね毎週再放送するみたいなんですけども、まあそれに合わせてですね毎週同時視聴生放送をねやろうかななんてね、思っております。ということで、皆さんで一緒に鬼滅の刃第一期をね、振り返っていきましょうと、ということでですね、一緒に盛り上がりたいよっていう方はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、ということで、ちょっとね前振り長くなってしまいましたが、本編入っていきましょうかと。今回はですね、前回のまあ遊郭編のね全情報予想っていうのをねやりましたけども、まあそれとはね全く別で、公式からね発表されてない情報ってそもそも何なのと、そしてですね、9月の25日に新たな PV がね公開されると言われておりますけども、その中でね発表される情報っていうのは何なのっていうことをですね、今回まとめてきたので、一緒に見ていきましょうと。ということでですね、チャンネル登録高評価今のうちにぜひぜひよろしくお願いします。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずはですね、放送情報ですね。まあ、現段階、公式的に発表されているのは2021年アニメ化ってだけで、まあ、正確な放送日っていうのは明かされていませんよね。で、まあなんでね、まあ、9月の25日新 PV でね、まあ、正確な放送日っていうのと、まあ、放送時間っていうのがね、まず発表されるんじゃないかななんて思っております。まあ、これが本当に有力というか、これが本当に一番欲しい情報なんで、まあ、これが本当に最初に発表されるんじゃないかななんてね、思っているんですけども、いや本当にね、マジでいつになるかね、憶測ではこう飛び交ってますけども、まあわからないよという状況になっております。はい、ということでね、個人的にはですね、ただまあ10月2日の夜23時とかからなんじゃないかななんてね、思っておりますけども、まあ本当にどうなるかわからないので楽しみですと。さあ、続いてね、キャストさんですね。9月の25日の新 PV にてね、詳しい声優さんがね発表されるんじゃないかななんてね思っております。でね、発表されるキャラクターなんですけども、まあまずはね、妥当なところ上限の6のね、ダキからね発表されるんじゃないかななんてね思っておりまして、まあ牛太郎なんですけども、まあ牛太郎はね無限列車編の時みたいな感じでね、本当にサプライズの発表なんじゃないかななんて思っておりまして、赤座のね声優はね本当にエンドロールで初めて知るっていう感じだったので、まあその発表なんじゃないかななんてね思っております。なんでね、まあテレビのね初登場回でねエンドロールで初めて知るみたいな感じなんじゃないかななんてね思っているんですけども、まあなんでかっていうとですね、まあPV に未だに登場してないからです。ダッキーは登場してるけど、牛太郎は PV にもキービジュアルにも登場しておりませんよね。ということで、まあ一応ね、どんでん返し的なキャラ、ネタバレ的なね面を含むキャラなので、まあサプライズのね発表なんじゃないかななんてね思っております。まあ続いてね、発表されるキャラクターなんですけども、まあ現段階 PV に登場してるキャラクターはですね、まあ宇髄天元のね、嫁3人、スマ、ひなずる、マキオということで、まあこの3人のね、声優さんはもう発表されるんじゃないかななんてね、思っております。まあもうなんか PV にもね、登場しちゃってるような感じなので、まあ発表されるんじゃないかななんてね、思っております。でね、まあ詳しい声優さんについてはね、前回の動画でね、しっかりと予想しているので、まあそちらをね、ぜひぜひご覧くださいと。でね、まあ最後にですね、まだ発表されてないのはですね、主題歌、オープニングエンディングなんですけども、まあそちらがね、PV で、発表されるんじゃないかななんてね、思っております。でね、発表のされ方なんですけども、PV のね途中からね、いつもの感じでね、手を伸ばしみたいな感じでね、オープニングがね流れ出すんじゃないかななんてね、思っております。まあね、順当にいけば本当にリサさんのね声が聞けるんじゃないかななんてね
思っているんですけども、まあ、本当に誰が来るかわからないよねということで、本当にワクワクがね止まりませんねと、ということでね、発表されてない情報っていうのはね、こんな感じなんですけども、あれ何話やるのとか、どこまでやるのとかは発表されないんですかっていうね意見があると思うので、まあ、一応説明しておきますけども、まあ、おそらくですね何話やるのとかはね、あの本当に円盤情報がね出てからわかることなので、まあ、それがね本当に、放送がね近くなったら発表するんじゃないかななんてね思っております。なんでね PV の日はね、まあ、円盤情報はまだ出さないかななんて思っているので、まあ、円盤情報が出次第、まあ、その辺の情報がね分かってくるんじゃないかななんてね、思っております。まあ10月だったらねもう本当に放送近いんで、すぐね円盤情報も発表するんじゃないかななんてね思っておりますけどもね、はい、ということでですね、まだ発表されてない情報をまとめるとこんな感じとなっております。はい、まあ、個人的にはね、まあ、声優さんキャストさんがね発表されるのがめちゃくちゃ楽しみですね。ということでね、まあ、遊郭編のね詳しい考察や予想について知りたい方はですね、本当に前回の動画でめちゃくちゃ頑張ってまとめているので、まあ、そちらをご覧くださいと。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画がね良かったよという方はね高評価、そしてねチャンネル登録なんかもねぜひぜひよろしくお願いします。結構ねチャンネル登録してないんだけど見てくださってる方多いので、まあ、ぜひぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、コメントなんかもね、どしどしお待ちしております。まあ、気軽にね、書いていただけるとありがたいです。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。バーッ！関係ない話なんですけど、あのさ、からかい上手の高木さんって皆さん見てますか？僕ですね、からかい上手の高木さんめちゃくちゃ大好きなんですけども、つい最近ですね、アニメ3期とね、映画化のね、発表されましたね。ということで、いやー、本当にね、嬉しくて、マジで涙出ました。いや、まあ、嘘なんだけど、涙出たっていうのは嘘なんだけど、まあ、本当に嬉しかったですね。マジで、からかい上手の高木さんって僕めちゃくちゃ大好きなラブコメなんで、で、来年のね、冬、2021年のね、1月からね、放送が決定したんですけども、いや、そんなに早くっていうぐらいね、いや、これね、もしかしたらなんだけど、あの、鬼滅の刃、まあ、秋アニメからやるって言われてますけども、まあ、2クールやるとしたら、もしかしたら、冬アニメで被ってくるんじゃないかなっていう作品になっていますので、いや、ちょっと体が持つのかどうか、ちょっとやばいですね。そしてね、進撃の巨人もね、2021年のね、1月から放送開始ということで、ファイナルシーズンね。もう残り本当にね、原作の量からいくと、12話分ぐらいしかないんですよ。やばくないですか？もう12話で終わっちゃうのかっていう感じなんですよ。あそこから12話で本当に終わるのかっていう感じなんですけど、まあもうちょっとあるかななんて思いますけど、全多分14話ぐらいかな、あるかななんて思ってます。後半はちょっと量がね、ボリュームがボンとね、多くなってるんで、まあ進撃の巨人ファイナルシーズンなんかもね、来年の冬ということなんですけど、いやちょっと来年の冬のね、アニメ俺調べてみたんですよ。マジで、ちょっとビッグタイトルが揃いすぎてて、ていうかビッグタイトルっていうか俺が好きなタイトルがめちゃくちゃ揃ってて、来年の冬アニメ、ちょっとやばくねえか、皆さんもちょっと調べてみてください。いやー、まあ、僕がね個人的にものすごく見てて好きだったのは、防御力に曲振りしたいと思いますっていうのを2期やるんですけど、それもめちゃくちゃ大好きだし、まあ、この前ねメイドインアビスっていうねアニメをね見たんですけど、これマジですごいんですよ。マジでクオリティ高くて、劇場版アニメかっていうぐらい本当にクオリティ高くて、まあ面白いんですけど、そちらのね第2期がねもう本当に冬アニメでやるよということで、もうそれも楽しみだしって全部楽しみなんだよー。ということで、いやー本当に来年の冬アニメ楽しみだし、秋アニメもね、鬼滅の刃もやるし、多分やるし、他のねアニメも結構楽しみなんだよ。無色転生っていうのも第2クールやるし、まあ、他にもなんかいろいろね、週末のハーレムなんかねやるみたいでね、まあ、男性の方すごく楽しみにしてると思うんですけど、まあ、僕も楽しみですちょっと女性の方は週末のハーレムっていうのはね、まあどういう作品かわかんないと思うんですけど、まあ、僕はすごい楽しみなんで、ちょっとね雑談の枠長くなっちゃったね、申し訳ないです。はい、ということで、そんな感じで、来年はちょっと来年っていうかまあ、秋アニメからちょっと気合が入ってきそうなね、ビッグタイトルが揃っておりますね。はい。いや、めちゃくちゃ楽しみだ。